イエーイ星チャップマン料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回はこの花でもわかるように豊上人味平のカレー戦争の方を再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。塩宮治兵とカレー将軍花田耕作、二人はデパート同士の目玉となるレストラン街のカレー戦争で対決することになり、お互いに自分だけのスペシャルカレーを作ります。まずは両方のカレーで使うブイヨンスープを2種類作っていこうと思います。牛すじ肉をピーナッツ油で焼いていきます。牛すじから出てきた油は丁寧に他の鍋かボウルに移しながら焼いていきます。油を取りながらこんがりと焼き色をつけていきます。この油は後でルーを作るときに使っていきます。焼き終わったらそのままのフライパンで玉ねぎ、人参、セロリ、トマト、ニンニクを炒めていきます。これも青臭さがなくなるまでしっかりと炒めていきます。鶏ガラと一緒に焼いた筋肉、野菜を寸胴鍋に入れ水から煮出していきます。別に鶏ガラ、香味野菜を入れたチキンブイヨンも火にかけていきます。両方とも4時間ほど煮たらこしていきます。これでビーフブイヨンとチキンブイヨンの2種類ができました。出汁を取ったガラの中から牛すじだけを取り出していきます。焼いた牛すじを入れ、ビーフブイヨンと干し椎茸と醤油で煮込んでいきます。これが味平カレーのベースになる味になりますね。ここにハバネロも入れ、スープ自体に辛みをつけながらボロボロになるまで煮ていきます。カレー用のお肉を玉ねぎと一緒に炒めていきます。大きめの鍋に移したら、そこにビーフブイヨンとチキンブイヨンを混ぜたスープを入れて煮ていきます。この時に一緒に一味唐辛子も加えました。それではスパイスを炒めていきます。カシューナッツ、クミン、カルダモン、ターメリック、ガラムマサラ、一味唐辛子、小麦粉をフライパンで炒めていきます。炒め終わったら牛すじを焼いた時の油を入れ、ビーフブイヨンを入れて鍋に加えていきます。水分量が多くシャバシャバになってしまっているので、市販のカレールーを追加して濃度をつけます。先ほど煮た干し椎茸と牛ブイヨンを作った時の残った筋を醤油で煮たものに、たまり醤油、豚骨味噌を加えてカレーに混ぜていきます。野菜ジュースやリンゴジュース、スパイスなどを足しながら煮込んでは休ませ、3日ほど煮込んでいきました。それで完成したのがこの味平カレーです。福神漬けと冷たいお水を添えたら味平カレーの完成です。ではいただきます。めちゃくちゃ美味しいですね。一口目はなぜか甘いです。とんでもない辛味のスパイスが入っているはずなんですけどね。ただじわじわと後から辛さが来て、全身から汗が噴き出していきます。醤油で煮た牛すじがいい感じです。干し椎茸も醤油よく吸ってて、カレーの中でも醤油の存在感を出してくれていて、そして喧嘩をしていません。こんなに美味しいカレーは初めてよ。っていうか、ここまでこだわってカレー作ったのも初めてかもしれません。ではカレー将軍花田耕作のブラックカレーも作っていきましょう。インドカレー屋のカレーはビーフが基本っぽいので、牛すじを煮てベースにしていきます。ニンニク、生姜で煮た牛すじを3回ほど茹でこぼし、臭みを抜いていきます。牛すじ肉を食べやすいサイズにカットして圧力鍋に入れていきます。ここにローリエ、玉ねぎも入れて、合法ハーブの酒イエーガーマイスターと合法コカのお酒コカレロでブラックカレーのブラックな部分を再現していきます。コクと苦味を出すためにビールと作中に何度も出てくるコーラも入れていきます。
クミンとガラムマサラも入れて、炭酸と圧力の力で短時間で牛すじ肉を柔らかく煮込んでいきます。圧力鍋の蒸気が出始めて30分ぐらいしたら火を止めて、蒸気が落ち着くまで放置します。圧力鍋を使うときは説明書をよく読んで安全に蓋を外していってください。それではクミン、カルダモン、ガラムマサラ、クローブ、カシューナッツ、オールスパイス、一味唐辛子、ガーリックパウダーなどありとあらゆるスパイスを炒めて香りを出していきます。小麦粉も入れて弱火で焦がさないようにじっくりと炒めていきます。小麦粉がきつね色になってきたら食用の竹炭パウダーを入れます。スパイスが炒まってきたら牛すじを焼いた時に取っておいた油を加えていきます。ここにビーフブイヨンとチキンブイヨンを入れて練っていくとブラックカレーのルーになります。このルーを先ほどの牛すじと一緒に鍋に入れて煮ていきます。この鍋の中に火を入れてないスパイス類や蜂蜜、ブラックチョコレートなどを加えていきます。マキシマムナチュラルスパイスとかも放り込みつつ、そのまま一晩寝かします。全体的に甘く味に深みがないので牛肉や玉ねぎを炒めて加えていきます。野菜ジュースやスパイス、市販のルーなども入れながら何日も試行錯誤して煮ていきました。インスタントコーヒーを加えてみたり、カシューナッツやデーツ、オニオンフライなどもミキサーで回して焦がさないように炒めて加えてみたり、セロリ、人参、玉ねぎ、唐辛子を回して弱火で炒めて加えてみたり、もう花田工作のようにこだわりにこだわり抜いて5日間煮込み、ようやく納得するものができました。それでは完成した花田工作のブラックカレーいただきます。これはめちゃくちゃ美味しいです。コールタールのような見た目、コーラの甘さとコカレロ、イエーガーマイスターの何とも言えない不思議な味、トロトロに溶けた牛すじと数えきれない数のスパイスやナッツやドライフルーツ、とんでもない奥行きのカレーが完成してしまいました。俺天才？いや神、私は神だ、そうカレーの神様だ。本当にこのカレー美味しくって依存性があります。試作から完成までめちゃめちゃ食べてました。ブラックカレーの魔力なのか、コカレロとか合法ハーブの魔力なのかは分かりません。今回の研究結果です。カレーは凝り出すと終わりが分かりません。コカってやっぱり合法のお酒でも依存性がありそうです。花田耕作はグルメ漫画の敵の中で一番真摯に料理に向き合い、一番ダメな方向に行ってしまったかわいそうなキャラクターでした。非常に魅力的なキャラクターでしたね。今回作ったカレー、私もお手伝いに行く10月15日にズボラさんが開催するビッグジョー先生の誕生日イベントで先生ご本人に食べていただこうと思います。すでにチケットは完売済みですが、参加者の皆さんにも少量ですが両方のカレーを食べていただこうと思います。皆さんの感想が楽しみです。そして今回このチャンネルの2000人を記念しまして、チャップマン料理研究版の味平カレーとブラックカレーのセットを2名様にプレゼントいたします。詳しくはコミュニティ投稿でご確認ください。今回紹介した包丁人味平、何を隠そう料理人であるうちの父親が愛読していた漫画です。私を料理人のレールに乗せた原点とも言うべき漫画ですね。幼い頃、木村和也さんの実写版のドラマを見た記憶があります。包丁人味平、とっても面白い作品ですので皆さんもぜひ見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
このチャンネルもようやく2000人を達成することができました。ひとえに皆様の応援のおかげです。これからもコメント欄の方に応援のお言葉や時にはダメ出し、そしてリクエストなどお寄せいただけると僕の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。